はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は読書術についてお話をしていきたいと思います。ね、難しい本をチャレンジしているけど、なかなか頭に入ってこないっていう方なんかはね、このお読み方をやっていただくと非常に役立つかなと思います。私もちょっとね、最近難しい本にチャレンジしたいなと思っているところなんで、これをどんどん試していきたいと思います。で、難しい本にチャレンジということなんですが、まあ、哲学書とかね、まあ、専門書を読む際に特に使えるテクニックになります。まあ、なんて言うんでしょうね。普段皆さんが読んでる、まあ、小説とかそういったものについては頭で理解ができるものだと思うので問題ないんですけど、まあ、なかなかね、その2割、3割程度しかこう言葉の意味がわからないとか何言ってるのかわからない、主張がわからないっていうようなケースなんかにはこれを使っていただくと非常に理解度が上がるんじゃないかなっていうふうに思います。ただし時間はかかります。時間かかるんですけど確実に理解が上がっていきますし、理解ができればね、自分の知識として血肉にもできますんで、まあ、知識として定着すれば思い出したりとか読み返したりっていうね、労力がいらないと思うんですよ。特に難しい本って言葉一つ一つが難しかったりとか、それからまあ分厚かったりとかして、あの話どこにあったっけっていうのを思い出すのももったいないですから、まあ、この方法でね、知識レベルっていうのを爆上げしていただけたらというふうに思います。で、大きくは4ステップになります。はい、1つはプレ読書で、2つ目が、速読、3つ目が再読、4つ目に再読ということなんで、まあ、合計でね、まあ、3回少なくとも読みましょうっていう話になってきます。で、プレ読書っていうのは一体何かっていうと、本の下調べのことですね。はい、でこれに関しては例えば本のタイトルとかチャプター1章2章とかですね、それから見出し、どんなことが書いてあるかとか、この本自体が一体どこからの参考文献なのか、で著者の履歴は一体どうなのか、でそもそも何のための本なのか、何を書いている本なのかっていうのを明確にしていくっていうのが、狙いになります。で、各章の最初と最後だけをちら読みするっていうのもありですね。例えばまあ章ごとにが30ページずつとかだったとしたら、最初の1ページ目と30ページも読んでみる、そんなイメージです。で、その際にタイトルとかチャプターとかを読みながら自問自答してもらうといいというところなんですね。何かというと、タイトル、例えば本の見出しからどんなことが内容を想像できるかとか、著者自身がどんな内容を書きそうか、これ著書じゃなくて著者ですね。著者がどんな内容を書きそうな人なのか、例えば精神科医の人だったらメンタルに関するお話だと思うとか、そんなイメージですね。それから章とか各見出しからどんなことがわかるのか、それから参考文献を引っ張ってきて、その構成自体がこの本どうなっているのかっていうのは、あらかじめ予測を立てて読むっていうのが大事ですよっていうことですね。これがプレ読書になります。だから本の中身に入る前にどんな本なのっていうのを予測してみるって、そんなイメージですね。で、続きまして速読です。これはそのじっくり読むんじゃなくて、本をさらっと最後まで読んでみましょうということです。目を通すくらいでじっくり読み込まなくて OK と。ただし速読する際に次のポイントに意識向けてみると OK ですよということですね。大きくは4点で、1つ目が結論とかテーマなどに目をつくものをにマークをつけていくと。で、マークをつけたらさらに重要なものに絞り込んでいく。だから例えば、なんて言うんでしょうね、本によってはなんかこう大事な言葉が大きくなってたりとか、マーカーが引かれてたりとかするんですね。そういう感じでマークをつけていくというところです。で、さらにその中で知らない単語とかっていうのをピックアップをしといて、意味っていうのを横に書いていきます。これはこういう意味ですよとかね、でそういうのを書いていくと。で、その上でさらに重要だと思った文章に目印をつけて、なぜ重要だと思ったのかっていうのをメモを残すと。だから1番とかでなんか目について、あ、この言葉とかこの文章大事だなと思って線引いたりとかマークつけたりとかするじゃないですか。で、そこなんで自分なりに大事なのかって思ったのをメモを残しておくっていうことです。で、速読中には最も重要なポイントを見つけることができたのか、要はこの本の中でこの著者はこういうことを言いたいんだっていうことをちゃんと見つけることができたのか、それから著者は何て言いたくてこの本を出しているのかっていう結論を理解できているのか、で、その結論に至るまでのプロセス、なんでこういう結論に至ったのかっていうことを、こういう理由なんですっていうようなプロセスの意味を理解できているか、この3点を問いかけながら速読をしてみるのが吉ということですね。はい、これがまず1週目やってみましょうということです。で、続いて2週目再読っていうところですね。これは自分の言葉で他人に内容の結論を説明できるレベルを目指していくと。だからメモ残したりとかマークつけたりとかしたじゃないですか。で、自分なりへの交流理解をしたっていうので終わってしまうんじゃなくて、その理解を他人に伝えた時に他人に理解してもらえるかどうかっていうのを目指していきましょうという話です。で、その際に意識するポイントとしては、
著者自体の主張を理解できてますか、あなた自身がということですね。で、速読できなかったところの深掘りをしてみましょうと。で、用語とか単語の意味っていうのは理解できていますか。で、理解できた上でそれがこういう意味なんだよっていうことを説明できますかっていうことをぜひ問いかけていただきたいと。それから文章ごととか章ごとのつながりっていうのをうまく結べていますか。それから著書の言葉を自分の言葉に書き換えていくことができますかということですね。例えば著者は A ということを主張しているけど、自分なりの言葉で B という言葉を絡めながら話を進めていく、そんなイメージですね。で、それからちょっとここら辺はね、現代文のなんか問題解くみたいなイメージになるんですけど、それゆえとかつまりとか従って、要は前の文章と後ろの文章をイコールでつないでいるものを見つけた際に、その後ろの部分に特に結論を述べているケースが多いので、そこを注意して見つけていくというところです。で、それからなぜなら、なのでっていう、だからとかね、そういう言葉に注意して、その前提と後ろをどう結びつけているのかって、こういう話もしていきましょうということです。で、以上のことっていうのをノートとかに書き留めておくと、再読しなくても、あ、こういう意味合いで著者は結論を述べたかったんだなとか、私はこういう、この当時こういう理解をしたんだなっていうようなレベルでノートをつけてもらうと OK というところです。これがまあ2週目にやってほしいっていうところですね。それから再々読っていうところで、これはさらに内容を深く読み進めていきましょうという意味なんですが、まあ、結局読み直すんかいっていうことなんですけど、本の内容を吸収するっていうのわけじゃなくて、自分はこう理解してますよっていうレベルで収まるんじゃなくて、さらに著者と議論するようなイメージなんですよ。自分の意見とか主張を持って読み直すっていうことを意識を置いてやってほしいポイントになります。で、ポイントとしては、自分の作ったノートとかまとめとか、あるいは気になったところにメモを書いてくださいっていうのを速読の時に言いましたよね。そういったまとめとかっていうのが正しいかっていうのをチェックしていきましょうと。で、さらにそこで新しい発見がある場合は、メモとかノートに追加で記載してもらうのが吉ということです。で、次の質問に自問自答してみましょうということです。本の結論は自分なりの理解で正しいのかどうかっていうことですね。で、正しくない場合、著者と自分の考えの間で何がずれてるのかっていうことを考えてみると。それから、自分の主張には説得力はありますかと。だから、著者はこう言ってるけど、私はこう思うんですよねっていう主張に対して説得力があるかどうかなんですよ。それから、著者の主張に対して反論することができるかと。著者は確かにこう言ってるけど、いや、私はこういう理由で違うと思いますって言えるかどうかですね。で、その著者の主張っていうのをひっくり返すポイントっていうのは一体どこにあるのかっていうのを考えてみましょうと。で、さらに、著者と自分の意見主張と食い違うポイントはどこかと。だから、例えば、ね、A 君のことをイケメンだと思うと書いてる。いや、 A 君は一般的な、まあ、標準的な顔してますよって、あんま容姿のこと言うのは良くないかもしれないですけどね。まあ、例えばの話ですよね。はい。で、本を読んで感じたことは一体何なのか。ね、これはもう素直に気持ち的なところで OK です。それから、本を読んで新しく手に入った知識は何ですかと。今まではこういう理解とか、こういう知識しか入ってなかったけど、この本を読んだことによって新しく得ることができた理解とか、新しく手に入った知識っていうのは一体何なのかっていうのを洗い出してみると。さらには、本を読んで考え方が変わった点はあるかっていうことですね。例えば、今までは、こうなんか自分の元に降りかかってきた問題っていうのは、もう全部もうなんか周りの環境のせいなんだ、他人のせいなんだって思ってたのを、この本を読んだことがきっかけに全部自分が引き起こしていることなんだっていう自責で考えることができるようになったとか、そんなイメージです。本を読んだ後と読む前とで、あ、ごめんなさい、読む前と読んだ後とで、考え方が変わったところは一体何なのかっていうのをまとめてみましょう。これが再々読というところですね。で、こういうやり方をすると、つまり最低3回読んでいくことになるので、確かに1冊読むための時間っていうのはかなりかかります。だけど、1冊の理解度っていうのはかなり深くなっていきますんで、まあ、1回あたりのじっくり時間をかけて読んでもらって、内容が、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、1週だけ読んでなんかじっくり時間かけたものの内容が抜け落ちてしまうっていうのであれば、まあ、さらっと読んで深掘りをするっていう方が効果高そうだとは思います。てか効果高いんですよ、実際。で、ちょっと重い本にチャレンジしたいなっていう時期だったんで、私自身もちょっとこの方法っていうのはすごくかなりためになるというふうに個人的には思ってます。で、そういう本に今後チャレンジしていこうかなっていう方に関しては、ぜひ、私も
やりますし、皆さんもぜひ試してみていただけたらなと思います。ですので読書で知識欲っていうのを満たしたいという方に関してはこの内容を習得して大体3週読んで理解深めていっていただけたらいいかなと思います。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンとそれから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。